ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は U20 女子ワールドカップ U20 日本女子代表ヤングなでしこ対 U20 北朝鮮女子代表戦プレビュー。はい、というわけでいよいよやってきました。決勝戦、月曜日にですね行われます。月曜日朝6時日本時間キックオフということで、いよいよ決勝戦です。僕が今収録している段階では3位決定戦終わっていません、出す段階ではおそらくですけども前半が終わったぐらいかなだというふうには思いますけども、その結果に関しては反映できませんのでご了承ください。さあ、いよいよやってまいりました決勝戦でございます。北朝鮮のリベンジをかけて、そして2度目の世界一、忘れたものを取り戻すために、はい、やってきました。決勝戦、ここで優勝しましょう。リベンジを果たして、ドラマがもういろいろ詰まってます。ここまでのアジアカップであったりいろいろありました。ここまでのドラマ、いろんなドラマが続く、もう積み重なってこの決勝戦になっております。この決勝戦絶対に勝ってリベンジを果たして、そして2度目の頂へ行きましょう。というわけでレッツゴーやっていきましょう。まずは決勝トーナメント表です。はい、ここまで来ました。3位決定戦はアメリカとオランダになります。まあおそらくアメリカかなという感じがしますけども、まあオランダもね弱くなかったです。フィジカル、まあ自分たちの強みを生かしてかなり攻撃してたかなというふうに思います。日本に対してもね、まあちょっとまだこう荒い部分がありますけど、やっぱりこう A 代表になってくると技術が追いついてきて、でフィジカルもあるんでっていうところで、まあオランダとかアメリカっていうのは結構強くなってくるんだなというふうに思いますけども、まあもちろん U20 とかでね優勝するのはもちろんアメリカオランダに関しても同じなんですけども、やっぱこれからですよね。やっぱ A 代表で今アジアの組、アジア勢、日本とアメリカが差ついている理由って、やっぱこっから、もちろんそこからフィジカルが大きくなってくる、そしてで技術も身についてくるってなった時に、やっぱフィジカルの差っていうのも圧倒的に出てしまう。だからそうなってくると、やっぱ WE リーグっていうところも出てくるんですよ。アメリカのトップリーグでやっぱりやれる選手が多くなってくるじゃないですか。オランダに関してもね、オランダリーグもそうだし、あとはそのヨーロッパっていうことを利用して、やっぱ他のね隣国に行ったりとかして、イングランドとかスペインとか行って、でやっぱレベルを上げていくってことになってくると、やっぱどうしてもね、やっぱ WE リーグのレベルを上げなければいけないっていうのは一つあると思います。まあそれは、まあ、僕が言ったってしょうがないし、あとはもう誰もが分かってることだと思います。で現時点の今の現状を考えて、 FIFA ランキングではまあ上位にいるかもしれないけども、じゃあワールドカップでどうなの、オリンピックでどうなの、ベスト16で敗退してしまう、ベスト8の壁が乗り越えられないとかっていうところを考えると、ベスト16敗退しないか、ベスト8か、ベスト8の壁っていうのは乗り越えられないってことを考えてしまうと、やっぱり現状そこまでのまあねチームなんだなってことになってしまう。じゃあその1個上、やっぱり2度目の世界一、まあなでしこジャパン A 代表に関して2度目の世界一を行くってなると、やっぱそこのギャップを埋めなければいけないわけじゃないですかね。これだけやっぱりね、オランダにも勝てるし、スペインにも勝てる、下の世代がアンダー世代勝てる、でも A 代表と勝てなくなってしまうし、そこの原因はやっぱどこなのかっていうところは、やっぱそういうところなのかなという感じがしますよね。技術的に追いついてきてしまう。もっと技術を上げるのかとか、フィジカル的なレベルを上げるのかとか、あとはもっともっとね、世界レベルを経験するかとか、そういうのも大事になってくるかと思います。現状のことを考えると、やっぱり僕は何を言われようと、何と言おうと、海外に僕は行った方が、早く行った方がいいと思ってます。現状の今のレベルだって、それこそなでしこジャパンのほとんどのメンバーがやっぱり今海外に行ってるわけじゃないですか。そう考えると、現時点でやっぱりイングランドとかスペインとかアメリカに行った方がいいわけですよ。だから優勝もちろんするの、ここしたいしたいし、優勝するのは目的だけども、やっぱその先のことを考えて、今の世代がいい世代いっぱいいるんだから、松久保選手とかね、柏村選手とか、藤野選手もそうだし、谷川選手もそう、古賀選手もそう、やっぱいろんなこのアンダー世代でやっぱいい選手がいる中で、そこギャップが生まれてしまうのはどこなのかっていうところを考えると、やっぱ技術を追いつかれてしまう、フィジカルの部分っていうところなので、やっぱねそこはちょっと頑張って日本サッカーもう一度世界一にねなってほしいなというふうに思ってます。で、まあ日本と北朝鮮が決勝になりました。まあアジア勢対決ということで、アジアに戻ってやってもいいんじゃないかと思いますけどまあコロンビアでやると、もうコロンビアの大会なんでね、はい、決勝だけなんか日本でできるとかないんですか決勝だけ日本でやるとか、うん、ないないねホームアンダーウェイ、まあ、ウェイ戦はあるかもしれないけど、で、ホームアンダーウェイでやるとかね、できないのかな。コロンビアの大会なんで、一発勝負の大会。まあ、日本が北朝鮮に勝って2度目の優勝できるかというところになります。さあ、北朝鮮のこれまでの戦い見ていきましょう。間違っていったらごめんなさい。全勝できています。日本と北朝鮮、どっちも全勝できております。グループリーグ初戦6-2で勝利、コスタリカに 9-0。コスタリカに 9-0 ですが、まあ、うちもね、ニュージーランドにも 7-0 で勝ってますしね、オランダに 2-0 勝利となってました。
まあ、オランダに関してはやっぱ北朝鮮、日本どっちも2点勝利になりましたね。はい、2点取っているということで、まあだから互角かちょっと日本の上なのか、まあこれまでの戦い見ると北朝鮮強いですけども、まあでも日本も全然劣るところはないのかなというふうに思いますね。まあ後でも言いますけども、松久保真中選手がアジアカップの時には途中離脱になって決勝戦出られなかったっていうところ、まあそれもあるので、まあそのメンバーとはやっぱ全然違うと思いますし、松久保選手がいるいないとは全然違うと思います。しかもここに来てね、松久保選手がやっぱりあの試合でオランダ戦でスペイン戦でもそうでしたけども、やっぱりいい戦いをしていた。でしかもコーチに順応してきた。まあまずね、まあこれまた後でも言いますけど、コーチ順応っていう意味ではやっぱ北朝鮮は確か最高1500とか1600メートルまでの戦いだったのかな、確か。グループリーが 1000m ぐらいで逆かもしれないですけども、で決勝トーナメントぐらいから確か1500とかでやってた気がするんです。逆かもしれない。で、日本に関しては最初グループリーグでやっぱ 2600m ぐらいのところでやってて、でまあね、決勝トーナメントの回入ると、1500とか1000メートルぐらいかのところでやってた。でもまた決勝戦に関してはボゴタでやるので、2600メートルぐらいのところでやるってなると、まあ慣れてるっていう意味では、標高慣れてるっていう意味では日本の方がまだ有利なのかなという感じがします。だからその標高場所の問題っていう感じ、それに関して言うとまだ日本の方が勝機は僕は全然あるのかなという感じがします。あとこれここに来て松久保選手の復活復調っていうところも考えると、ちょっと日本全然優勝考えられるよね、全然あるよね、ここまで来たら優勝しようねっていう感じですね。でオーストリアに 5-2 でございます。まあ日本がまあちょっと苦戦はしましたけども、そのオーストリアに5対2で勝利をしていると。これが確かオーストリアが一人ね退場は処分だったんでね。でブラジルに 1-0、 アメリカに 1-0 ということで、準々決勝準決とまあ1点差で勝ち上がってきたと。まあブラジルと北朝鮮、ここがまあ事実上ね準決勝みたいな感じでしたけども、まあブラジル今大会強いし、プリシラとかいたりとか、オリンピック出たメンバーとかねいたりとかもしてて、まあブラジルも結構やっぱいいメンバーで来てましたし強かったです。ただそのブラジルに接戦で勝ったと。でアメリカにも競って勝ったということで、まあその辺の勢いとか力をつけてきた、自信をつけてきたっていうところはあると思いますね。だからまあちょっとね、北朝鮮戦はやっぱ本当に先制点、やっぱり日本の課題としている決定力、前半とか特に決定力っていうのはなかなかね、そう課題ではありますので、まあそういうところでチャンスをまず決め切るってことがまず北朝鮮戦大事かなと思います。で今大会通して言うと、北朝鮮が24得点4失点ということになっております。日本が18得点かな、はい、18得点の、2失点はい、そうですよね。7、4、11、13、15、16、17、18、18得点の2失点。その2失点がナイジェリアとガーナ、まあ、どっちもアフリカ勢の、得点になっておりますけども、まあ、日本の方が失点数が少ないと。まあ、なので、いろんな意味を込めて僕は日本優勝するんじゃないかなと信じております。はい、というわけでこれまでの北朝鮮の戦いでした。さあではじゃあヤングダンシコ北朝鮮戦どんなメンバーで来るのかというと、もうこのメンバーでしょう、変わりません。まあ、前回のメンバーと変わらず来るのかなという感じがしますね。はい、まあこのメンバー固定で来て、であとは交代メンバーでやってくるんじゃないかなという感じがしますね。まあ、特に中心はやっぱ松久保真中選手ですし、前回北朝鮮戦はいなかったっていうことを考えると、まあ確実にスタメンでしょう。まあ、調子もね上がってきています。で、まあ、ゴールキーパー大熊選手、右から柏村選手、米田選手、白垣選手、左佐々木亮選手、ダブルボランチは変わらず大山選手と小山忍選手で、松永、松久保、宇治原、土方、まあ、ベレーザの3人と松久保、このコンビで崩すと、このコンビネーションで崩すということになっております。はい、まあ宇治原選手とか、まあ、前半のみで交代とかもあるかもしれないし、まあ、笹井選手と交代とか、まあ、天野選手との交代とか、早間選手が出てくると、まあ、早間選手、笹井選手、天野選手、まあ、この3人に関してはおそらく後半から攻撃のジョーカー的な役割で出てくるでしょう。そして岡村選手、林選手あたりも、まあ、最後の締めとか、例えば勝って 1-0 で勝ってるあたりとかで、誰か疲れたメンバーを変えてポジションを変えながらっていうところもあるのかなという感じがします。まあやっぱり土方選手がここまで5得点、確かトップタイだったかな。でやっぱ土方選手がここまでちょっと決勝トーナメントね、得点をなかなか決めていなかったっていうところを考えると、土方選手の爆発がこの北朝鮮戦かかってくるかなっていうふうに思います。まあ、前回の戦いとかオランダ戦とか見るとフィジカルにやられたりとか、やっぱこう最後のフィニッシュの場面でしっかり枠に飛ばなかったっていうところもある。まあ、ここ2試合多分ねちょっとねそこまで調子は上がってないと思います。ただやっぱ土方選手はしっかりと得点能力もありますし、この北朝鮮戦に僕は取ってるんじゃないかなと思います。前のオランダ戦で松久保真中選手が爆発して、やっぱこのコンビネーション絶対いいですから、松久保真中選手が爆発して、そして土方選手がそれを見て
ていて、土方選手がもうね奮起してでこの北朝鮮戦に取っていたということ考えましょう。ポジティブに考えましょう。絶対大丈夫です。はい、というわけで土方選手、松久保選手も注目してください。で、ま、右の松永選手もかなりね、この間のアシストもそうですし、いいプレーも見せてました。なので松永選手にも期待できるかなというふうに思います。というわけで北朝鮮戦の予想スタメンでした。さあ最後の注目選手はもうこの人です。松久保真中選手、やってくれ頼むぜ、背番号10ということで、日本のエースが復調の兆し、この決勝戦でも見せてくれるでしょう。まあ、2得点決めれば、今のところねトップタイに並ぶわけですから、まあ、もうハットトリック取ってさもうさ、得点ランキングトップで得点女王で締めて終わりましょうよ。松久保の大会だったねっていうね風に終わらせればいいじゃないですか。まあ、前回ね僕が松久保選手の試合ではなかったって言いましたけども、ヒデはなかったって言いましたけども、まあ、しっかりもう点を取る。でもそこまででも前半は良くなかったと思います、松久保選手に関してはオランダ戦でも。やっぱりしっかりと後半でゴールを取るっていうあたりはさすがのエースだなというふうに思いました。ここまで3得点もう3点取っちゃいましょう。北朝鮮戦でね残り1試合点を取って優勝するだけです。もうここで優勝するために本当に松久保選手来たんですからね。アジアカップで途中離脱とかになってましたけども、はい、北朝鮮出場しませんでした。この出場しなかったというのは北朝鮮戦ですね。コーチ順応ももうできていると思います。 2600m のところでやってました。ボゴタでまた帰るんですから大丈夫です。今大会の大注目選手、まあ、一番注目されている選手だと思います。この人の出来次第で優勝かどうか僕は決まると思ってますので、ぜひ北朝鮮戦活躍してほしいなというふうに思います。さあというわけで以上になります。いかがだったでしょうか。さあここまで来たら優勝です。同時視聴やりますのでよろしくお願いします。朝6時日本時間の朝6時キックオフですけども、ぜひご参加ください。チャンネル登録者数も伸びています。5000人突破しました。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録コメント高評価のお願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界上司サッカー界の未来を変える力になります。